ましょう。事件ファイル171。天体望遠鏡。七夕も近いこの時期、空気のきれいな場所で眺める星空はきれいです。私の今の部屋から星空はちょっとしか見えません。お二人は天体望遠鏡と顕微鏡を買うとしたらどちらがいいでしょうか。遠く星空に思いを馳せるロマンチックな少年なのか、ミクロの世界を覗く好奇心旺盛なボーイなのか、あなたは天体望遠鏡派でしょうか、それとも顕微鏡派でしょうか。どっちですかね。双眼鏡でしょ。双眼鏡。双眼鏡。向こうのマンションをこうね。そうそうそう。ダメか。ダメでしょ。天体望遠鏡であの、あれ、輪っかついてるの木星だっけ？土星？土星？はい。土星かなんか、こう今ほら見えてるって言って見せられたことがあって。うん。うん、ちょっと動かしたらもう全く見えなかったわけね。ちょっと動いただけで。でしょうね。そうですね。それとあれも動いてるから、うん。で、地球も自転してるから、うん。すぐ見えなくなって、あの慣れてる人じゃないと探せないよ、あれ。でしょうね、きっとね。お月さんとかは結構、すぐ、あそことか行って、キッってやって、見えるんだけど。この前、あの、東京タワー久しぶりに登ってね、うん、あの、双眼鏡見ましたよ。近く入れて、あれすごいね、大きく見えるね。そうそうそう。もう、あちこちのマンションの中で見えるんで。私もたまたまね、この間、登ったっすよ。行きました。で、一番高いところまで行きましたよ。250でしたっけ ?250 メーターのとこ。ね、そうそう。うん、すごい。やっぱ行くもんなんですね、東京タワーってね。たまにね、なんか見たくなるのよ。なんか最近展望台新しくなったって。そうそうそう。ね、話題になります、うん。なんじゃないんだけどね。なんじゃないんだけど。うん、別になんじゃないんだけど、なんかね。でもあそこで見ると、すごいよ。ビル群がザーッとさ、そうそう眼下にね。ちょっとね、なんかちっちゃいことで暗くするのやめようと思うね。ああ。ほんと。すげえわ、この人と思って。うん、で、あの辺りはね、結構緑が多いね。多いですね。そう。顕微鏡って言うんですね、私ね、中学校のバイトの時に顕微鏡の台作ってましたね。あ、う、あ、ん。顕微鏡の、どういう、はい、あの、こういう、この字っていうんですか、はい、はいはいはい。はい、下の部分のね。あの、下ではなくて、こういうとこですか。背骨の部分。背骨のとこ。背骨の、あれがね、あの、真四角で来るんですよ。うん。はじめ。うん。それをあの、万力で止めて、ヤスリで、ま、あの角を削っていくんですよ、ずっと。あらら。これが1日8時間で、あの頃、500円でしたか。1日が。はぁ。1日ですよ。時給じゃなくて。ねぇ。中学校の時に。へぇ。うわぁ。あれ、手作りなんですか、じゃあ。今は多分違うと思うけど、俺のとこがね、今世紀ってね、そういうあの工場があったんですよ。そこで、毎日毎日、中学校なのに。中学校です。アルバイトね。もうね、あの鉄の砂がいっぱい入るんですよ。あの頃バイトってでも500円ですよ。500円ね。1日500円でもいいでしょう。1週間やったらね。いや、それ8時間ですよね。8時間で500円。当時の500円って言ったら、価値としてはどれぐらいなんでしょうね。そうね、今のいくらだろうなぁ。500円。僕らの時代、でも中学校はバイトしちゃダメだったけどね。あ、そうですか。高校になってから。おー。うん、あとは、あと何やってます？バイトって。バイトはね、春休みの時に、石油ストーブの煙突外す。煙突外すやつがあるのよ。アルバイト。真っ黒なんだよ。髪の毛とか。穴の中とか。それどこで外す？学校とか。外に出てる部分、校舎の、それを外しに行くっていうバイトがあって、昔は石油ストーブだったよね、でそれを外すんだけど、すすだらけで、でそれでいくらかで、それも覚えてない。大したお金じゃなかった、やっぱ。俺高校になってからね、あとあの花子がね、小金カントリークラブって一番あの有名なあそこでキャディやってましたよ。キャディーも。キャディーさんって女性だけじゃなくて男性もあるの？あの、そのおばちゃんもいるのね。うん、せーの、あのキャディーさんが、うん。それにつくの。え、格好は、あ、同じ格好するんですか？しないよ。あんな、まあ、あんな格好しないよ。あんなしないですか？しないしないしない。で、4人でもあるでしょ、あれ。で、あのバッグがニコニコ持つのよね。あー。うん、あれはね、結構高かったんですよ。1日行くと、あの、朝早く順番なんだけど、1000いくらもらったんですね。あー。あれ、今マークって、ボールマークするときこうやって押すじゃないですか、うんうんうん。その当時のマークって何だか知ってます？そういうプラスチックでこうやるとかじゃないんですよ。うん。そのすごいんか。押しピン？押しピン。押しピンじゃないんですよ。10円玉とか1円玉とか。違う違う。その頃は。キャリーが全部それマークするんだけど。うん。今もあるものですか？あるわ。今は使う人まずいないけど、その当時は大体そうだったらしいですよ。へぇ、なんでっていうぐらい。刺したり、刺す。
風させない。させない。置くだけ。置くだけ。でも風が吹いても飛ばないってやつ。重たいものだ。うん、いや、それじゃない。重たいものだと、芝がね、おかしくなっちゃう。毛糸ですよ。毛糸をね、赤い毛糸をね、1センチぐらいに切ってあるんですよ。それをポケットとかに入れておいて、で、シュッとあの芝にくっつけるんですよ。へぇー。飛ばないんですよね。はぁ、昔はそうだったんですよ。へぇー。それを俺間違って、いっぱいこぼしちゃって、パラパラっと。すげえ怒られとったのよ。何やってんだって。で、つい最近になってから行ったんですよ、小金街道、あの小金のそのゴルフに、うん、あんまりいいとこじゃないですね。怖いとこじゃない。俺ここでやったんだと思ったんだけど。いろんなアルバイトしてるんですよね。アルバイトがありますね。話なんだっけ。ね、天体望遠鏡。顕微鏡を作ってたっていう。あ、そうか、そうか。ことから、そこからずれちゃったんでね。ね。どっちがいいですかね、双眼鏡っていうことで、どっちでもなく、双眼鏡ですね。双眼鏡が一番実用的だよね。実用って何の実用なの、うん、今あの話せないのが老眼鏡ですか。うん、最近特にね。双眼鏡とか天体望遠鏡じゃないか。ということに頑張ってください。しょうがないじゃん。しょうがないね。一曲お送りします。沢田研二さんの曲をおかけしますが、ジョージ・ハリスンのトリビュートアルバムに一曲参加していると、うんうん、はい、これアルバム名がジェントルギタードリームスというアルバムで、うん、サムシングをやっております。しようと思います。では沢田研二さん、サムシング。Something in the things.